お疲れちゃんです。ラットです。だけど今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はね、こちら負けたらアカウント削除を進めていきたいなと思います。だけど前回ね、5000に到達して、というね、ところでございます。今ね、まあユニレベはこんな感じかな。まあ、たまに12レベルの相手が出てきたり、まあ、それぐらい10は基本的で、11も結構もう当たり前ですかね。はい。なので、まあ、気持ち格上というか、まあ、同じレベル以上っていうね、相手しか今出てきてないと。いうわけでやっていきます。で、一応ルール再確認しとくと、3つあって、1つ目が負けた瞬間もね、このチャレンジは終了、アカウントもね、さよなら。2つ目は課金は、クラロアパスとセールはね、してもいいです。で、セールこれ、ちょっとね、1200円にしては僕いらないなと思ってるんで、今回これね、買わずに行きます。ウルトラレアもインドラ怪物出ればいいんですけど、とか、ランバーか。まあなんか、1200円ちょっと高いよねっていうので、で、3つ目は、対戦はね、動画内でのみしかやりません。なので今ね、負けずに5000に来てます。はい、無敗5000でございます。なんで、もうね、最短ですね。169勝で皆さん5000に行けるっぽいんで、ぜひね、はい。やってみてください。というわけで、やっていきます。よし。さあ、初手は10ですね。プリン2号さん、よろしく。いやー、タワーレベ10はね、まあ、普通っちゃ普通ですね。いやー、怖えな。マジで負けたくねえ。この辺から本当に気抜けないですからね。LSP も大事なんですよね。ふぅ、ファルチェ。さあ、ファルチェ出てきました。ファルチェレベル9ですね。ユニレベの割に、ちょっと、高いですね。トロフィーが。僕レベル10、11なんで。ナイトは、スキラとかワンチャン？はい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 。これちょっと横から殴って、ファルチェの釜に当たらないように、ちょっとカウンター狙っていきます。ウッドして、いいね。で、これ、キョスケの爆破もあるから、これは、ちょっと、アイスウィズと LSP で確実に。で、ガゴムレとファルチ咲いたんで、ここバルーン結構チャンスだと思うんですよね。そう、普通にチャンスだと思うから、一旦行ってみますね。まあ、トルネだけでキング起動とかもあるし、まあ、ファルチが、さあさあ、いいね、いいね、いいね、アイウィズ殴ってる。からの相手のこのカウンターですね。いや、もう一発落とせ。さすがに無理か。ふぅ。まあ、これは、ランバーぐらいがちょうどいいかもしれないですね。キョスケまでやっちゃうと、なんかガゴムレとかで美味しくいかれそうで。オッケー。相手は、ガゴムレと、ゴブリンバレルの、まあ、枯渇デッキっちゃ枯渇デッキかな。まあ、ここは、キョスケで受けて、相手ナイトとファルチェは陸を抑えてるので、まあ、スケルトン部隊かガゴムレ。ガゴムレ見えた瞬間、アイスウィズエレスピ速攻出します。よし。ガゴムレのね、対策、てか対応がちょっとめんどくさいんですけど、このデッキ。まあ、こんな感じで、もう、アイウィズ、エレスピで頑張るしかない。これ、キョスケの爆破入ってね？入ってない。ウッド打てばよかったな。スケアミしかいなかったな。ナイトファルチェですね、相手は。オッケー。そう、後ろからインド出して、ワンチャンロケとかがないこともなさそうですけど、さあ、ここはユニットで守って、カウンターをね、はい、攻めウッドとかも打てるようにします。で、まあ、ガゴムレ来そうですよね。普通は。普通はガゴムレ来そうですけど、さあ来た。あのファルチェ行ってほしいけどな。いや、ちょっと相手の防衛がうまいっすね。まあ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 。大丈夫。言うて大丈夫っすね。相手の攻めが多分通んないと思うんですよね。僕の攻めもなかなか通らないんですけど、さあ、ガゴムレ？お、メガナイト使った。さあ、これはもうガゴムレを出すしかなくて、スキャミーもあるな。オッケーオッケー。いや、これ、アイウィズトルネンとかで、フィニッシャー隠れますね。オッケーオッケー。さあ、これで、範囲で、ガゴムレとかしつつの、オッケー。グッドゲーム。よしよし。いや、まずはね、1勝でございます。ふぅし。いや、怖いですね。本当にこの辺から怖い。で、ちょっとね、マジでセール欲しいな。なんか、この辺の宝箱も5500いかないと魔法の宝箱もらえなかったり、セールもね、5000とか行ってから、マジでね、ないんですよ。なんか、めちゃくちゃいいセールが。そう。なので、季節的な、なんか、まあ、次3月か、あ、ホワイトデーぐらいですかね。ホワイトデーのセールがワンチャン来るぐらいで、そういったセールが来てくれないと、ユニレベがね、そろそろ怖いですね。さあ、ランバージャック、初手端前、僕と同じことしてますね。
1ヤード取ったけど一旦待ちます。さあマザネク来た。あーマザネクめんどくせえなー、このレベルだったら。ウッドは1個格上か2個格上まで処理できると思うので強いですね。これ一旦待って、相手が対空咲いてくれたら逆サイランバルあるんですけどね。マジアチア、おーマジアチアマザネクプリンっていうランバーか。今んとこウルトラレア4枚だ。もしかしたらたまにありません？ウルトラレア8枚でデッキ作ってみて、見た的な。なんかやってましたけどね、よく。ウルトラレアだけでいったら絶対強いじゃんけ、みたいな。誰もが考える、その技。これもう爆破で。いや、マザネク行ってくれ。行ってくれ、あの上。さよなら、オッケー。で、ここはランバー。いや、豚がなんか来たけど。いや、豚ちゃん。ちょっと怖い。オッケー。いや、これがね、いけそうですね。ウルトラレアぶっぱデッキ。まあ、こういったデッキもまあ、拾えるとちょっとね、ラッキーですよね。まあ、でもあと2枚ぐらい出てないんで、若干怖いのもあるんですけど、まあ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 。さあ、初手端前。アイウィズで受けていく。相手の対空は、アイウィズ、アイウィズじゃねえ、マジアチャとマザネクとプリンしか今んとこ出てないので、まあ、そう考えたらイージーかな、今回は。バルーン組んでインドラつけて、ふぅし、よし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 。結構ね、コメント欄でトロフィー予想何本くらいだと思うって言ったら、意外とね、6000超え、6000いけるっていうコメントもあったんですけど、まあ、5400、500で負けるっていうコメントも結構多かったので、ちょっとね、その辺突破していきたい。おーい、ウィ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 。さあ、ちょっと確実に1本早めに落っちゃいたいですね。対空相手もろいな。だからマザネクプリンマジチャって言って、対空相手3枚いるんですけど、3枚全てがもろいんですよね。お、めっちゃ言うと。よし、まあ、これランバーつけて。ランバーじゃない、バルーンつけて、オーケー、グッティーかな。よし、5100にはまだ届かないぐらいか。次回51。よしよしよし。まあ、何に負けるんだろうな。まあ、ユニレベサでさ、二つ上三つ上が来て負けるっていうパターンもあるんですけど、デッキあれか、この前も話したな。陸で攻めるデッキ、プリンスミニペッカー系の、まあ、ぶっぱデッキが来るとちょっと怖いぐらいですけど、すごい安定してますね、今んとこ。さあ、続いて、上がってこいや。タワーレベ10。ふぅ。タワーレベ10で安心したらダメなんですよね。タワーレベ10で12とかも当たり前で来るので、さ、ウィザード、いや、これ、後ろから流せる巨スケとかそういったユニットがないので、ちょっと嫌なサイクルですね。インドラからの巨大スケルトンだったら、アイスイズからのランバーとかそういったね、カードの流れができなかったので。わー、クローンか。クローンとかもちょっと怖くなってきますね。これ許容します。巨スケウィザードクローンか。いや、初めてクローンを叩った気がしますね、僕。さあ、キング起動していく。あ、これやばい。一個高いかも。いや、そんな気がしたっすね。まあまあ、お気をつけて。ふぅ、巨介ランバー、ウィザード。巨介ランバー、ウィザード、対空もう一枚ぐらいありそうだな。多分、対空基本的にデッキに2枚から4枚ぐらい入ってると思うんですよ。運が良ければ2枚で、多いと4枚ぐらいいると思うんで、まあその辺数えながらかな。いや、これもうウッドあれば最高だったんですけどね。アイウィズで。いや、ウッド使っていい気がするな。ちょっとここでもう一枚対空。ああ、まあまあまあ、いいんじゃないこれは。これで、もしかしたら、爆破に当たんない気がするので、ちょっと、確実に。オッケー、いい。たまたま相手のクローンとかぶった。これもう一発？オッケー。一応、バルーン自体は、タルベ10の、まあ僕11レベルなんで、バルーンがね、格上に値するんで、一発いつもだったら入らないところが入ってくれるっていうね、救いのダメージもありますね。チンパンか。あえてクローン。いや、このデッキマジで強えな。安定しすぎてないですか。負ける気配がないというか。何に負けるんだろう。さあ、キョスケで受けて、これキョスケ多分しかも右側に行くんですよね。さあ、アイスイズキョスケの形を、あれ逆スイッチった。ウッドで処理して、まあ、あれはどうせ行かれるでしょう。
無理に守らず OK で、インドで焼ける、なんならこれ LSP でタワー落とそうかなとか思ったら IWIZ で落とせそう。さあこれインドラ延命をしていきたい。あー爆破が、インドラ延命できたかな。ちょっともう攻めちゃいます。いやいいね。でこれネクロぐらいがワンチャン、エレキか。オッケー、いい取るね。グッティー、エレキいたんすね。なんで今まで出してこなかったんですか。いやーやべえ、今3勝ぐらいっすよね。いやめっちゃ疲れるな、やばい。結構集中してる。まあ対戦相手今んとこバカ格上とか来てないんで、このペースだとスラスラ上がれないこともなさそう。さ、マザネクじゃねえな、ネクロか。マザネクおばさんとネクロおばちゃん、なんか区別がねつかないっすよね。よし、あー巨大宝箱、でけえ宝箱なかったんで、この巨大でさえも嬉しいですね。ふうし、さあ5100到達。いやインドラあと1枚でレベル上がるんで、わあちょっとトロ高いっすよね。気持ち格トロフィー的な部分でよろしく。ふう、うわやば、ちょっと待って、やばい、ワンチャン負ける、落ち着いて。いやバル欲しかったな。いやババコヤ13はやばい。しかもここでバルーンがないサイクルもやばい。いやなんでバルーンねんや。いやこのデッキ小屋きついんですよ。見たらわかると思うんですけど。いややばい、マジやばい、本当に負けるかもこれ。いや一番きついの引いたな。やばい、こんな時に足のしびれが切れてきた。やばいなこれ。一応相手のブッパーを気をつけて蓋できるんですけど、格上のスケラとか来たり、やばい足のしびれが、やべえなこれ、マジやべえ。冗談抜きでバクバク言ってる。いや強すぎる。ランバルで一本ゴリ押したいっすね。いやでも相手の対空が分かんないのも結構怖いっすよね。小屋3つとボンバー今のところ、小屋3つボンバー、いやこのランバーもいらなかったかな、バルーン飛ばせないなら。で僕はちょっと前半は耐えて、後半に巨助の後ろのバルーンでワンパン意識かな。前半ちょっと耐えでいきます、逃げます。前半ちょっと逃げの姿勢を大事に、逃げることも大事ですからね。捕まってしまうともうどうにもできないというか、取り返しのつかないこともよくあるんでね。ふう、別に僕何も罪を犯したことないっすよ。いやこれやべえな、マジ。インドラ当たるか。いやちょっとやべえ、やべえ、ちょっと待って、やばい。いや一回どっか許容してカウンター作りてえな。ファイブいたっすね。うわ、トルネで死なねえんだ。あ、マジでやべえ、終わったかもしれん、今回。冗談抜きで。いや、冗談抜きで終わったー。ランバル行くか、これ。いや僕今でめっちゃ耐えてる。いやランバル僕ずっとチャンス伺ってるんですよ今。これランバルありますよ。いやランバル生きてえけどこの小屋が無視できねえ。いきます、今しかねえ。よし、よし、突破しろ、突破しろ、突破してくれ。あ、終わる、マジで、あ、終わる、あ、負けそく、あ、終わった、マジかよ、いやー、小屋かー、マジかよー、え、本当にこれ、いや、マジか、
やばマジか、いやマジかとしか言えない。負けた、負け酒ここで。いや絶対いけると思ったけどな。小屋か、小屋に負けるか、くっそ。いや悔しいな、待って、負け作っすもんね、終わりっすもんね。いやこっからやりてえ、こっからやりてえのに、悔しすぎる。いや終わった、まあ、ルールにね従って負けたら終わりなんでね、このチャレンジは。いや5106か、いやもっといけると思ったけどな。何がきつかったって、ババコヤとゴボゴヤのレベル12と13。この2枚っすよね。なんかボンバやりゴブ三角コンも厄介でしたけど、ババコヤ13に勝てねえのか。いやーこれ、次のことを思うと何がいいんだろうな。今回のチャレンジはちょっと終了ですけど、次回またリベンジしてえな。5100か。ババコヤとゴブゴヤに勝つってこれ何にしたらいいんだろう。いやー、こやー。こやー。こやく。くそ。トルネで相手のやりゴブリン死ななかったのもちょっと痛かったっすよね。でも僕のユニレベ上げれるのも精一杯だったので、宝箱引いてインドラ上げてインドラ11だったら世界変わったかって言われるとそうでもないですしね。いやー今回完敗ですね。はい、この小屋デッキに。はい、そんなわけで、いやめっちゃ悔しい、マジで悔しいんですけども、これにて負けたらあかんと作詞最終回というわけで、皆さんね、ご視聴ありがとうございました。いや6000いけると思ったな、結構あっさり負けちゃったな。こんなもんか、こんなもんか、格上恐ろしいやですね。というわけで、これにて幕開けと、幕閉めか、終わりか。はい、というわけで、見てくださった方々、ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価ね、コメントともよろしくお願いします。ではまたいつかねリベンジできる日があればいいかなと思います。お疲れちゃんでした。またね。